日は腰が痛い方のための整体マッサージを行っていきます。痛すぎます？ちょっと痛いです。響きます？響きますね、はい、まあやっぱり血行不良ですよね。不良、うん、血行不良、冷えが相当、落ち着いたよ。落ち着いた、鼻くそ。落ち着いてる。うん。
今度ですね、一旦ちょっと仰向け、膝立てた状態で仰向けにいいですか？はい。はい。それで、はい、無理のない範囲でちょっとずつ動かしますけど、はい。はい。それできつさはないですかね？はい、大丈夫です。はい、少し。広くしていきますね。どうでしょうか？大丈夫です。大丈夫、はい、特に倒しやすい方、倒しにくい方は、うん、右が倒しやすくて、右に倒しやすくて、こっちが倒しにくくて、こっちが倒しやすいということですね、はい、じゃあこっちからですね、こういうふうに右の方へ持っていく動きですね、はい、お願いします。はい、どうぞこっちに上げていってください。上に上げていく、はい、右に倒していってください。はい。はい。はい、楽にします。はい。お願いします。はい、楽にします。大変ですか？結構大変。はい。じゃあもう一回で最後ですね。はい。グー。はい、楽にします。最初よりも力入ってくるようになりました、ね。はい。仰向け辛くないですかね？今大丈夫です。大丈夫、はい、もう軽く足揺すったりとか回したりしますね。足の方に温熱ジェル塗りましょうかね。どちら、とにかく足首が冷たいんですね。足首、かかとが。そうですか。でここが思いっきり座骨神経のラインなんですね、はい、反射区なんですね、はい、で骨盤の方とか腰と関係してるとこなんで、ダメですね。じゃあそこが冷えてるというのは良くないですね。すごくちょっとこれをやっていきますね。はい、上げるの辛いですか？いや、押されて痛い感じですか？裏の足、うん、こっち側ですね。ここが痛い、はい、骨盤なんですね。あ、もう多分ね、マミちゃん抱っこして、もうすごい痛くなってきてるんですよね。それがきっかけじゃないかと思われます。それだけじゃないでしょうけどまあいろいろね、仕事的にもね。
まあでも腰突き出すようになってきましたね、抱っこ紐で。うん、それが重くなってくると突き出すようになってきたのがすごく感じて、逆骨というかこう、骨盤がずれてきてる感じがすごく感じて、気をつけてたんですけど、なんかここね、痛い。全然この辺熱を感じないんで、そうです、もうすっかり冷え切ってますね。まずいな。マミちゃん、邪魔しちゃいけません。結構原因になってますね。痛い。あ、もうどこもかしこめて。もうちょっと冷たい。すごいむくんでるので、はい、多分こういう動きが全然ないんですね、はい、足首硬いですし、はい、うん、
こういうアキレス腱の動きとか、はい、足の指の動きが全然ないために筋肉が疲れずにむくんで、はい、冷えて痛みにつながってますね。
くださいね。はい、そうですね。これはどうですか？あ、全然大丈夫です。はい。両方とも硬くないですかね。こっちが硬いです。こっちが硬い。はい。こっちの方が行きやすいですね。はい。はい、だったら、こっちからこっちに向かって上げてください。はい。はい、お願いします。頑張ってください。もうちょっと、はい、いいです。はい、お願いします。はい、もうちょっと、もう少し、はい、いいです。はい、あと1回、お願いします。もうちょっと、はい、頑張りましょう。もうちょっと、はい、いいです。それでは起きてみてください。無理なく。見て。あ、結構動く。あ、結構楽。はい。あ、ずいぶん楽。ちょっと立ってみてもいただいて。あ、立てる。すごい。はい、あ、全然違う。はい。楽になる。大丈夫そうですか。はい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。